これからちょっと昼間ですけどね、はい、心霊スポットを。あ、店長が一番ダメなやつですね。昼間ならいいじゃね。まあまだ大丈夫ですね、別に普通普通のお墓ですよ。あのね、真っ赤な墓があるんですよ。おお、真っ赤な、あのそこちょっとね、今地元民の中ではまあまあ有名な、まあまあ有名な心霊スポットです ね, ね。いや、まあ、あれ観光スポットなんだよ。でも、あ、そうなんですか。うん、あそこで幽霊見たって話で気合わねえんだよ。ただ薄気味ありだけど夜行けば広めに行けば全然すごい見晴らしのいい素敵なところが地区用施設。あ、いやいやいや、一匹しかいなくなっちゃいました。さっきのさっきのにゃんこちゃんたち。あ、餌もらいったんで。あ、ちょこちょこや、ちょこ。ここは隠れ猫スポットだ。隠れ猫スポットっす。うん、夜行くと思う。すごい大量の猫たちが。大量の猫たちがいます。路面電車、路面電車ですね。途中で少し神社の横を通ってですね、生まねがない一番の悩みっすよね生まれか生まんないか。しかも誰なんか、ね、墓場なんか今時期誰あるじゃん。すごいことになってそうっすよ。そうそう、ここが広隆寺。こちらが広隆寺になります。広隆寺ですね。立派っすね。立派っすね。でかい。これから赤外人墓地周辺観光スポットです、ね、昼間観光スポット。昼間は観光スポット。夜は心霊スポット。景色がめちゃめちゃいいですから ね、まあ、ありました、ありました。ここですね。はい、これが赤墓です。有名な赤墓ですね。真っ赤ですね。真っ赤っすね。なんかね、ここのお墓はね、はい、なんかいろいろ新聞屋さんなんですよ。あ、そうなんですか。号外屋、天下の号外屋王の墓って感じです。へぇ、物の新聞屋さんですよ。あのね、全身真っ赤で、はい、真っ赤な服装して、で、号外売ってたんだって。だから赤墓の赤くなってるんですか。そうそうそう。で、自分の墓も赤くしてくれっていう遺言でこういう風になったと。なるほど。で、よくね、裏見たら死ぬとかいう伝説。あの、大丈夫ですか、知らないですか。いや、死なないです。僕は何回も見てますけど、裏はこうなってますね。へぇー、はい、そう、別になんてことない。なんてことないです。はい、大正元年8月に建てられた。そう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 。あの遺言元にね、そんな感じでしょう。はい。というわけで、まあちょっとお参りしてですね。あ、どうもです。すみません、お騒がせしました。逆光。めっちゃ逆光。すごいね。ただの見晴らしのいいところです。ですね。はい。行けました。行けました。というわけで、これからちょっと外人墓地の方ですね。そうですね、はい、外人墓地の方まで出るって話を聞くよ。で、某社長さんやってる人なんですね、はい、そこでなんか人玉見えて。マジっすか。で、それを写メしたら、はい、がっつり写ってた。マジっすか。ちょっとね、その写真ちょっとね、あの、あげられないんで。あ、夕日カフェ夕日。うーん、今日がちょっと休業中ですね。冬場はやってないのかな。夕日さん、夕日さんですね。です。はい、
この墓に、うん、あれかな、親指これ、これでしょ、わかるから、これでしょ、それそれ、親指、親指景色がいいですね、いい景色、ここは外人墓地ね、ここね、ここですね、ここが外人墓地です、出るので皆さん気をつけてください、店長は絶対に夜は来ませんで反対側ですよ、反対側のはね、あれですよ、これ遊郭昔だって、で亡くなられた女郎さんの供養碑、あ、そうなんですか、へー、そうですね、そこ、外人墓地なだけあって、ね、なんか十字架のやつとかもありますもんね、そうそうそう、でここは中国人墓地、ここっすか、はいはいはい、おー、ほんとだ、こんな感じ、そして赤いポスト、あの古いポストね、派閥次第唯一の古い唯一の唯一の古いタイプのポストはここにある、これです、古いっすね古いねオールベージュとかで見やすそうね、そうそうそう